スノーマン、ラウール、パリコレ登場。アンリア・レイジのフクラムウェアでランウェイに、パリ、福島県有、開催中の2025年春夏パリコレクションで24日、日本のブランドアンリア・レイジがショーを行い、電動冷却ファンを内蔵しつつ遊び心も備えた、クールウェアを提案した。ランウェイを歩くモデルが立ち止まると服が膨らみ、風船やミツバチのような不思議なシルエットに変化。スタッフがスマートフォンから服のファンを遠隔操作して風を生み出しているといい、来場者を驚かせた。デザイナーの森永邦彦さんは、目に見えないものを形にしてきたが、今回は風に着目したと明かした。ランウェイには、人気グループ、スノーマンのラウールさんも登場。薄茶色の透けるような服の上半身が膨らむと、宙を舞うように軽やかに見えた。